パリ五輪、女子ゴルフ、第2日、8日、ゴルフナショナルパー72、東京五輪金メダルのネリー・コルダ、米国、がまさかの大トラブルに見舞われた。通算5アンダーで迎えた16番パー3、ティーショットがグリーン手前の土手に当たって池に飛び込むと、ギャラリーからは悲鳴が沸き起こった。ドロップゾーンからの第3打はショートしてグリーン手前のバンカーへ。 思わず表情を歪めて悔しさをにじませたが、悲劇は続いた。バンカーからのショットが、ホームラン、となってしまい、手前のピン位置から大きく離れた奥のカラーへ落ちた。ここからパターで下りのラインをうまく寄せたが、6打ち目のパットはカップの縁にピタリと止まって落ちず。まさかのプラス4で一気にスコアを2アンダーへ落としてしまった。イーブンでスタートしたネリー・コルダは前半で四バーディー。 ノーーーボギーの猛チャージを見せた。11番15番でもバーディーを奪い一気にトップと2打差まで迫っていた中まさかのトラブルとなってしまった。